はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけどもね、ちょっと皆さんにね、問いたいんですよ。問うわ、ちょっと今から。皆さんね、右打者と左打者どっち得意ですか？これね、ちょっとはっきりさしません？今日で。うん。まあ、あなたたちのどっちが得意かっていうのは、僕は画面越しに判断無理ですけど、僕がどっちが苦手っていうのを判断したいっていう気もあるんですよね。まあね、おそらくね、右打者は僕ほとんど打てないんですよね。なのでね、ちょっとね、そこをね、リアタイやっていこうかなと思います。はい。ちょっと軽くオーダー見ましょうか。で、これが右です、僕の。なんかね、右打者の方がね、メンツ強いんですよ。ちょっと後でまた左打者の時は左打者で見せますけど、右打者のメンツなかなかよ。センターがちょっとね、まあ、陽大館選手。まあ、強いんですけど、ちょっとね、強打者がいなかった。で、ピッチャーはちょっと許して、別にいいでしょ、もう、右左統一戦でも別に。あ、右なってんじゃん。あ、なってない。なので、まあ、これでね、ちょっと右打者でどんぐらい点数取れるのかと。で、左打者でどんぐらい点数が取れるのかっていうので、まあ、相手にもよると思うんですよ、配球とかにも。ただ、まあ、さほど変わりはないかなと思いますんで、まあ、ちょっと一回取っていきます。はい。じゃあ、早速やっていきましょう。先行やね。8点取らんかったら、2回攻撃できるね。お、寝てる人ですね、ピッチャー。寝てる時かな？あ、寝る前ですね。寝る前です。小川選手ね、寝てる数あるんですけど、これ多分寝る前の小川選手ですね。さあ、早速やっていきましょう。遅え、足遅っ。あれ、もうちょい。盗塁する？盗塁しちゃう？盗塁しちゃおうぜ。テッド盗塁ついてるから。はい、ナイス盗塁後。おい。いや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 。おい、何してんねん出そうやったよ、今。ちょっとやめとくか、まだ。何してんねん出すには早すぎる。オッケー。右バッターちょっと克服していきたいからね。はい、来た。オッケーオッケー。右打者結構調子いいね、最近。最近結構コメントでもたくさんいただいてるんですけど、おい、ビップ、右打者お前ちょっと結構打ててないかというコメントが多数あります。はい、その通りです。右打者克服していってます。はい、落ちますね、これも。ナイス。え、めっちゃ点数取れんじゃん、これで。さ、なんか左バッターの方がさ、点取れんかったら、ちょっとさ、お前説立証ならんぞって思われるかもしれない、これ。カブレラ強い、見て、パワー99やって、えぐい。これにもう一個特殊能力ついたらえぐかったよ、マジで。カブレラ、もう一個特殊能力何やったっけ、カブちゃん。あっあっって打つ。あれ、ちょっと待って、右打者打ててね、ビップ。しかも、皆さんがね、結構最近リアタイであんまり見ない選手も使えるから楽しいですね、右打者結構。落ちんちゃん、これも。え、アウトなる、アウトなる。お、何してんねん。おい、点数もっと取れよ、お前。何してんねん、これ。全然あれやぞ。説立証なってないぞ、これ。右打者全然打ててないぞ、ほんまに。右打者克服できてるとか言って、全然克服できてないぞ。あかん、喋りすぎた、打てへん。ちょっと待って、集中しよう、集中しよう。ホームラン打っちゃう、ここは。よし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 。ナイスバッティ、ナイスバッティ。無理すんな、無理すんな。オッケーオッケーオッケー。いいね。さあ、陽大館選手。広角打法ついたら結構アウトコースも流せるんやけど、今、広角打法ついてないから。あー、くそ、早かったか。いい当たりでしたね。勝ち取ってますね、今。応援歌勝ち取ってますね、今。抜けろ。よし。やばい、右打者めっちゃ調子いい。右打者調子いい説。さあ、太田大選手は僕実は持ってました。はい、極みで。使ってないだけで。これ8点取れんじゃん。無理かな。ああ、こういうとこなんですよ、右打者。もしかしたら投手はカットしてるかもしれないですね。はい。まあ、カットしていきましょう。打撃の立証なんでね、今回は。どういう打球？やばい、持っていかれた、1点入れられた。うまかったぞ、吉田正尚にホームラン打たれたわ。誰行く、誰行く。そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ。まあ、なんとも言えへんけどね、僕は。よし、打つよ、絶対打つよ。これ相手の方なんか変な動画やと思ってないかな。あー、初ヒットならず。うまいね、今のは。宮崎選手がうまかった、今のは。しゃあない、しゃあ。テッドでホームラン打ちたいな、まあ、ちょっとテッドでホームラン打ちたい、マジで。さあ、集中集中集中、テッド、山田テッド、集中テッド、山田テッド。早いね、寝てる人のスライダーは分かりやすいからね。おっしゃー、あかんか、入らんか。バンダイナムコエンターテインメントやって。さあ、先ほどホームラン打った、スピちゃん限定坂本勇人選手、またホームラン打ちそうですね。はい、入った入った入った、絶対入った。うわ、エッグ、ミスターエッグ、特殊能力やばい、これは。運びそう、ボール、剣。さあ、8点入れたいね、8点とか、8点差つけたいから9点入れたいね。なるほど、そうですか。よっしゃー、ミスターね、今の操作。あれ、右打者打ててんな、俺結構。どう思う、え、どう思います皆さん。あ、
広角打法ついたらこれえぐかったね。もっとパワー、わい、一人スリーパーホールド打法ね。うん、一人チョークスリーパー打法って言います。あれ首絞めてますから、一人で、一人で首を絞めてます。うん、下手したら落ちますよあれマジで。ちょっと待って、これ左出した、次の左出した全然点数取れなさそう。まあ、ピッチャーにもよるんですよ。小川投手比較的打ちやすいんで、まあ、ピッチャーにもよるっすよね。あ、長打警戒の頭を越えていきましたね。よし、カジュまでホームラン打って終わろう。で、左打者の動画に行きましょうよ。あ、くそ、あかん、特殊能力ついてないからちょっとホームラン難しいかな。入ったはい、ということで左打者やっていきましょう。はい、ということでこちらが左打者なんですけど、ちょっとねサードがね左打者いなかった。うん、サードが左打者いなかったんで、この太田選手の時に、まあ、秋山選手か誰かで代打出して、ほんで守備近藤選手守ればオール左は約束されてます。はい、なのでね、もしかしたら右打者の方が結構メンツ的にはすごい強打者が揃ってたのかもしれない。うん、なのでまあこれで一回やっていきましょう。はい、今日は幸運です皆さん。はい、2試合とも先発です、先行です。はい、ありがたい、マジで。こういう撮影の時にね、スムーズに撮影できるとすごく気分いいんですよね。なのでね、気分いいから8点入れます。はい、頑張りましょうちょっと待って、おい、うわ、やばい、ちょっと待って、結果やばい左でした、全然あかん。ジャイアンツ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。 OK、 いやーけど、まあ結局右打者克服できたっていう結果でもいいのはいいんやけどね。うわ、やっぱ、さあちょっと集中します。 OK OK、 2-2、平行カウント、ストライク入れてくる。 OK、 さあバース、ブー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 、ボールやろ、ブー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 、しゃーない、そってオッケーオッケーオッケー、やっぱ左出したよね。うん、さあ次は高橋由伸、うわ来た、ここでのギータ変える、剣、勝ちに来てる、勝ちに来てはる、うわやばい、ドリスやばい、ちょっと待って、ドリス注意報、オッケー、ちょっと待って、スプリットツーシームでしょ、オッケーオッケー、クソよねオッケー、うわ、まあ、ちょっと待って、一応検証動画なんですけど、もしかしたらちょっとヤバくなったら検証動画どうこうの動画じゃなくなるかもしれない。はい、勝ち、ちょっと何かあったらまた載せますね。はい、とりあえずカットします、打撃まで。オッケーオッケーオッケー、三者凡退三者凡退、やばい、後半につれて結構打線きつくなるからな、ちょっとこの辺で1点取っとかないと、てか1点ってか、まず5点取りたい、8点か。オッケー、ナイスバッティ、大だ、大そうやな、大そうやね、よし、ここ西川選手、あ、ちょっと待って、キャッチャー入れてないわ俺、うわやらかした、キャッチャー入れてない、うわやべ、キャッチャー守れる人おらんけ、近藤選手キャッチャー守れたっけ、やばいやばい、勝ち負けの問題になってきたこれ。あ、キャッチャー入れてた、よかった、キャッチャー入れてた、左打者の方が得意です。よし、うわっ、しゃ、8点取るぞ、8点取るぞ、いや前来てるんよな、いや捉えれてないんすよね、左バッター。オッケー、ちょ、集中、ちょ、集中、オッケー、いやーけどこれあかんな、まだ、さあ満塁ホームラン打とう、満塁ホームラン打ちます、絶対満塁ホームラン打ちます、あー、くそ、左か左か、オッケーオッケー、満塁ホームラン打つよ、満塁ホームラン打つ、自分に言い聞かせる、よし有言実行失敗しました。はい、ちょっとあんまり調子乗らんときますね。オッケーオッケーオッケー、いや無理すんな、オッケーオッケー、ちょっとここボコボコに打って左打者の方が打てるよってとこ見したいね。うわ曲がってくるね結構、オッケー、次スラーブはないんちゃうかな、うわそうやね、うまいね、うわ次の球わからんな、ちょっと、よし、しゃあ8点取って終わらそう、あと4点や、ツーアウトやけど、あ、もう体力ないな、うん、勝ちに来てるな、勝ちに来てるな、
あー、くそ、ツーシームで来ると思ったんやけどな。初球甘かったか。これが2球目。よっしゃー、え、来るよな。うん、ナオキングか。よっしゃー、うわっ、